どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました、勝手に。はい、ということで、二人きり動画でございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして、ここはなんと、八神亭ですよ。ようこそ、八神亭。来ましたね。ようこそでございます。いや、ほんと待ってました。ありがとうございます。どんどんお邪魔して、すいません、奥さん。すいません。すいません。ありがとうございます。ちゃんと見ろよ、奥さん。いや、広い感じでね。はい。いい感じですけど。とんでもないです。虹色亭に比べたらもうですね、怖いもんですよ。怖い。まあ、ここでちょっと二人でね、群青さんは、お仕事なので、喋ろうかなというわけですけども。今回ですね、振り返りっていうのを、ちょっと新しく投入しようかなと思います。っていうのは、まあ僕ね、映像音声といっぱい出してますけど、まあそれの過去動画で、まあ気になったとか、この撮影はどうだったとか、そういうのをちょっとピックアップして喋ろうかなということなんですけども、まあ今回は八神君自身がちょっと振り返りたいものないかと僕が質問したところ、3つ選んでいただいて、3つ選びましたね。それをちょっと振り返ろうかなと思います。ありがとうございます。この3つをですね、僕はあるテーマに沿ったものを3つ選ばせていただきました。なるほど。題しまして、私、八神と虹色ライダーさんをつないでくれた動画3選でございます。なるほど。つないでくれたそうですね。もう1年。そうですね。1年か。1年ちょっとになりますね。じゃあもうまず1本目いいですか。早速ちょっと虹色チャンネルじゃないんですけど。まずは、群青豊チャンネルの2人で歌ってるミュージックでございます。なるほど。なぜこれかっていうと、一番最初に虹色さんを知ったのがこの動画なんですよ。なるほど。もともと群青豊と職場が一緒だったので、その時に群青豊が YouTube やってるっていうのを聞いてて、それで群青豊チャンネルを覗いてみたら虹色さんが出てて、それで一番最初に見たのがその群青豊チャンネルのミュージックですね。あれを聞いて、もうほんとびっくりしたんですよ。なんだこのいい歌はと。なんでこんないい歌を群青豊が歌ってんだ、誰のカラオケだと思ったら、虹色ライダーさんっていう人が作った曲だと。して2人で歌ってると。ただその動画はですね、テロップだけでどんな人かわからなかった。そう。群青豊チャンネルの方は、音源は一緒なんですよ。虹色ライダーでも2人で歌ってる動画があるんですけども、音源だけを使って、群青豊が編集したっていう、まあ歌詞は出てるのかな。歌詞は出てます。そういう動画にしたんですよ、群青豊は。そうですね。あえてそうしたんでしょうね。曲だけをまず聴いてもらったって感じ。はい、そうです。もうその曲で心つかまれましたね。なのでやっぱこの曲、まあそしてこの動画、これの何か裏話とかが聞けたら嬉しいなと思ってるんですよ。なるほどですね。群青豊とコラボをするというか、僕のオリジナルを2人で歌うっていう機会がちょっと前に始まっていて、ミュージックは第3弾だったんです。そうだったんですね。そう、第3弾だったんですね。で、実はこれ群青さんにも言ってないんですけど、なんだこれは。じゃあ彼は動画で知るんですね、これは。そう。何ですか？第1弾、さよなら僕へ。僕が群青さんのために作った。だからこれ2人で歌おうよと。もう2人で歌う体で作ったやつなんですよ。あとは虹色映像の方で使う。なって。じゃあ、群青さんが結構、僕の曲を歌うのがいいっていう、楽しいみたいな感じになってくれたから、じゃあちょっと第2弾頼んでいいって俺から頼んで、それで長く続くっていう。長く続く。あれはちょっと2人で歌うのがちょっと難しい曲なので、これどうで CD がないけど、つって群青さんが覚えてくれて、やってくれた。で、俺の中では実はそれでもう消化されたの。なるほど。あんまり僕の、やっぱ自分の歌だから、頼むのがちょっと、抵抗があった。なるほど。申し訳ないじゃないけど、覚えてもらえないっていうのはちょっとね、こっちの、なんていうか、お金になるんだったらいいんだけど、お金にもならないし、ちょっと心苦しかったんで。なるほど。だから、いいかなと思ってたら、もう群青豊がノリノリで、次、歌いますかみたいな感じで、群青豊から言ってきた。だから、まあ多分絶対覚えてないんだけど、あ、じゃあ群青豊から言ってきたから、群青豊チャンネルで流すよとして、じゃあ何するって俺は言ったんだけど、それでミュージックっていう群青さんからのリクエストだから、あれ虹色映像で実は流す予定ではなかったの、俺の中で。そうだったんですね。でも群青の頭の中では完全に虹色映像で流すやつだって思い込んでやってんの。それをやってる途中で俺は気づいて、あ、そうなんだ、俺のとこでやるんだっていうので、何も文句言わず普通に俺は流したって。なるほど。だから本当はあれ群青豊だから群青豊がリクエストしたから群青豊が歌いたいっていう願いを叶えてやったみたいな、こっちからしたら。はい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 。そう。だから群青豊チャンネルで自分で勝手に編集してっていう気だったの俺は。あ、俺のやつでやるんだ。実は。なるほど。そこにも彼の先入観というか。そうそう、あるんですよ。だからそれ何も俺は言わなかったから、そこから第4弾っていう、第5弾っていうふうに流れになってんだけど。なるほど。俺は群青だからただただ勘違いしてた。勘違いしてた。だって、群青さん。だって。実はそうなんです。すごい、それは裏話ですね。でももうそこからあれですもんね、ミュージックビデオも群青豊がね、出たりするっていうのは、そこがきっかけもあるってことですか？群青豊がミュージック出るっていうのは、もっと前にあれは流してるから。なるほど。あれはまた別なんですね。うん。はいはいはい。あれはね、どっかで、多分札幌いるとき、札幌のミュージシャンとかと話してるときに、なんかそういう話、流れになった気がする。ああ。なんか、俳優になりたいみたいなことが。はい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 。なるほどなるほど。じゃあもう、出る。そのミュージックビデオを作るっていう話に俺が持ちかけたんだよね。なるほどなるほど。それでまあ、CD も持ってる曲だったら覚えやすいし、ということでミュージックを確か先発したっていうのが。そういう流れだったんですね。そうそうそう。ということは、群青豊が自分俳優になりたいって言ったにもかかわらず、その俳優デビュー作のミュージックで歌詞全然入ってなかったってことなんですよ。そうなの。全然合ってなかったよ、口で。全然合ってないのよ。調整できなくて。そうなんです。いや、まああれもね、見応えの一つということで。で、まあコラボに関してはですね、まあ僕はもう本当、なんですか、あれはまあテイク、まあ何回か撮ってるんですよ。はい。ミュージック。だから、群青豊が、あれが限界だったんです。だから俺はあれで手を打った。なるほど。それもあります。だからあれで一発 OK には確かにね、虹色ライダーさんならないですよね。大切な曲、ミュージックのミュージックビデオ。そうなんですよ。だから自分のミスももちろんあるんですけど、やっぱ群青だから歌唱力、まあこれ全部言っちゃいますけど、やっぱ俺的には、いや、もっと上手くなる。だって。そこが大事なんですよ。だって。そう。でもまあ、彼も頑張って覚えてきてるし、まあ、ね、時間もないし、なかなか会えないから、いいテイクのやつを仕方なくって言ったらちょっとあれですけど、まあ、いいんじゃないかなっていうので、群青さんが頑張ってくれたっていうことでは、あれはアップしてるっていうのもあります。努力賞ということで。努力賞です。そういうのもある。でも、あれをやったからね、あれで俺が、いや、今回はダメだとかなったら、もしかしたら八神君とそういうことです。出会いがまたちょっとずれてた。そういうことなんですよ。だから、本当によかった。よく努力賞をあげてくれました。ありがとうございます。そして、群青さんがちゃんとそこ、虹色さんを誘ったというか、そこで繋がってくれたから、僕ここで繋がれてるわけですから。いや、そういうことなんです。本当にだから群青さんに感謝です。ね、なかなか、やるときはやる。やるときはやる。本人気づいてませんけど。本人気づいてない。くせになんか自分に変な自信はある。そうそうそう。あれですけど。でもね、好きですよ、群青さん。ごめんね。じゃあ、ちょっと2本目。2本目。はい。2本目いきます。2本目はですね、キュン、クローバー、キュン好きな曲トップ10の動画でございます。はいはいはい。これは虹の映像でございます。はいはいはい。なぜこれを選んだかというと、僕はこの動画で初めて虹色さんにコメントを出したんです。なるほど。そうだね。はい。あれにコメントを出したことがもうここまで近くなるきっかけと言っても過言ではない。はい。そのコメントっていうのがですね、もう本当にこの、僕が高校生の時に、このキューンのクローバーはめちゃくちゃクラスで流行ったんですよ。なんでかっていうと、その時お父さんっていう田村正和主演のドラマが流行ってて、その曲の主題歌がキューンのクローバーだったんですよ。あ、お父さん、親父じゃなくて。僕、お父さんお父さんお父さんっていうドラマがあったんですよ。TBS で。あ、そうなんだ。それもあったんだ。田村正和見てないわ、じゃあ。はい。親父だったかな？いや、お父さんだったような気がするな。はい、娘。あ、ちょっと俺も記憶が定かじゃない。4人ぐらい、娘4人。水野美紀とかいたやつ？水野美紀出てない。あ、出てない。じゃあ俺多分見てないやつだ。ちょっと調べてみよう。違ったらですけど。でもそう、それがもうドラマがうちのクラスで流行ってて、高校の時に。それでもう主題歌のキューンのクローバーがめちゃめちゃ流行ってたんですよ。で、カラオケで歌ってってなるんですけど、僕は挑戦しても歌えなかったんですよ。高くて。はい、高いですね。高くて歌えなかったんですよ。でもこれがもし歌えてたらめっちゃクラスでヒーローになったのになっていうことの思い出もあって、それで虹色ライダーを知ったのよね、そのミュージックで。で、虹色ライダーチャンネルを覗いてみたときに、虹色さんがこのキューンクローバーを歌ってたんで、それ聞いてみたらもう弾きが、もうギター弾きながら歌ってるんですよ。そうですね。はい。それがめっちゃ上手くて。で、僕はもう、高校の時にこんな風にギター弾きながらクラスで、教室でクローバー Q 歌ったらめっちゃヒーローになれたんだなを想像しながら虹郎さんのもう見てたんですよ。なんなら聞いてたんですよね。目つぶりながら聞いてたんですよ。はい、それでその思いをやっぱこれ一回コメント出したいなと思って、帰ってこないかもしれないけど、もう本当クローバー良かったですって言ったんですよ。そしてそれをずっと僕は想像、高校生の頃想像しながら聴いてたから、はい、これプラス高校の時に流行ってた曲も、弾き語りでできればヒーローになれるんでっていうリクエストまでそのコメントで出しちゃったんですよ。それがこの後発表する3本目の動画になるんですけど、そしたらですね、そのコメントに対しても即座に虹色ライダーからありがとうございます。リクエストも時間かかっちゃうかもしれないけど必ず答えますんでっていう最高のコメントで、どんだけいい人だこの人はと、素敵だと思ったんで、なのでこの2番目のこのね、この9のクローバー、ここをコメント出した曲ということで選ばせていただきました。ぜひ裏話を聞かせていただければと思います。いやー、クローバーね、まあもちろん大好きな曲ですよ。で、プラス、まあ9の好きな曲トップでもそこにちょっとプラスしたっていうね、ちょっと異色の動画なんですけども、まああれはちょっと、まあカバーはしたいっていうのはもちろんずっとあったんだけど、まあそこにプラス好きな曲トップ10を入れちゃったっていう、まあ別々にすればよかったんですけど、もうどうしても好きな曲トップ10を、まあ虹色音声でね、いっぱい流してるんで、いろんなアーティスト。で、必ずそのアーティストの曲は1曲カバーするっていう自分の中で、まだ全然やれてないアーティストいっぱいいるんですけども、まあそれを一色単にやっちゃったっていう動画で、まああのクローバーやっぱ高いんですよ。だからキー下げてます。らしいっきね言ってましたね。はい。歌ってる場所が和室。まだ車庫じゃなかった時代。はい。まあ自信があるっつったらあれだけど、歌いやすいのさ。俺的にはなるほど。めちゃくちゃ。戦略的なことを言うと、まあそんなに売れてないんだよね。そうなんですよ。売れてないし、まあキューン自体がバンドとしても。あんまりもう機能してなかったっていうか、活動休止になったりボーカルがいなくなったりとかあったから、好きだったバンドだったし、まあファンはいるだろう。あんまりドメジャーやるよりもちょっと人気がちょこっとあった人とかの方がまあ聴いてもらえるかなとかっていう気持ちもあっての、まあ早めに出したっていうのは、高校の時にあれを歌えればヒーローだった感すごいわかる。俺はやっぱミスチルがやっぱそうだな、なんかうまく歌えたらなみたいな。あれですもんね、虹郎さんもギター始めたのが高校卒業した後ですもんね。22歳ですもんね。高校生の時にあんだけ今ギター弾けたらめちゃくちゃ良かったなってね。いや、すごい絶対ヒーローになったと。クローバーあれさ、歌詞とかさ、どう思う？いや、もう最高ですよ。あれは恋人に向けてなんかな。なんか恋人に向けてでしょ。違うんですか？ちょっと歌詞全部今見てるわけじゃないんであれですけど、まあ恋人に向けてというか、あれテーマ幸せでしょ。クローバーだから。あ、そうです。はい。だからあれは一見まあ本当恋人っぽいのさ、さよならさよなら駅のホームで見てるからあれなんだけど、結構あれ恋人じゃなくても当てはまる感はちょっと出てて、結構歌詞が短いんだけど深いのさ。あれいい歌詞だなって。いやー、すごい。で、結局幸せっていうのは四つ葉のクローバーっていうよりも、足元にある君の笑顔だよっていう、近くにあるっていうところに気づけたっていうところがあの歌詞のすごくいいところで、それをクローバーにまあ例えてるっていうか、あれいい歌詞だなと思うわけです。いや、またちょっと読みたくなった。そして聞きたくなりました。動画クリックしますよ。また1増えるわけです。1増えます。私の1です。私の1かちょっとね、皆さんの1かはわかりませんけども。ぜひぜひ、かなり前の動画なんでね、見てください。9のクローバー。はい。よろしくお願いいたします。そして3本目。はい、3本目ですね。そうです。私がリクエスト出した曲、モンゴル800の小さな恋の歌をシャコで歌うでございます。もうこれは感動しましたね、本当に。リクエストに応えていただいたっていう。いや、もちろんですよ。はい、もう本当にね、あの時もうまだこうやって会ってはいなかったんですけど、もうお忙しそうだなってのは分かってたんですよ。動画をいっぱい見てたので、もちろん働いてる方で、ね、で結婚もされてる方でっていう。で、そっからもう本当にね、もう大変じゃないですか。まあ僕はアーティストでも何でもないんであれですけど、ギターをね、こう、楽譜に落としてわーってやるのを、これをね、いやもう早かった。めちゃくちゃ僕の感覚では。もう、リクエスト出してからもう、全然、もうほんと数ヶ月というか、何日とかでやってくれたような気がするんですよね。だからそれも嬉しかったし、もうとにかくその、あの動画ではその歌った後にその次ドライブトークみたいな感じになって、そのいやこの曲はじゃあリクエストくれた人がいて、やさですみたいな、俺のこと言ってくれてる動画で俺のこと言ってくれてる虹色の間、いやもうそれもめちゃめちゃ嬉しかった、ね、こんな感覚がなかった。なんなら僕その YouTube にコメント出したのが初めてなの、全 YouTuber の中で。うわめちゃめちゃそうです。本当にだからもうそれがしかも最初にコメント、俺をリクエスト答えてくれたっていうことでめちゃくちゃ嬉しかった。そしてなんでこの曲を選んだかっていうと、それもクローバーと一緒で高校の時にめちゃくちゃ流行ってたんで、この小さな恋の歌をクラスでギターで弾けたらめっちゃヒーローだったなってそればっかりだったんですあの時は。だからもうその後も小さな恋の歌アップしてくれたと思う。自分が高校生のこう教室で弾いてる感じで想像しながらたくさん聴いてました。ありがとうございます。ぜひ裏話を聞かせてください。いやだからこれはリクエストをもらってやっぱりどういう人かもわからないから文字しかないから、どういう感じでやればいいのかな、本人っぽくやった方がいいのかなとか。でも結構あれまあバンドの歌だし、それをアコギ一本で表現するってもう一番もう手取り早いのはもう自分色に染めるだとやっぱやりやすいのさ。だからもうそこ優先してもらった。だからアレンジもちょっと自分の弾きやすい感じというか、まあ自分なりにここはちょっと強弱つけようかなみたいな、そんな感じでやったし、多分あの時説明の時に喋ってもいるけど、初めてフルコーラス歌ったんだよね。言ってましたね。だからまあ逆に感謝かな。だからもう聞きまくってたから、もう俺の中で歌わなくてもいいやぐらいのクラスだった。めちゃくちゃ流行った。めちゃめちゃ流れてましたね。歌ってる人もいっぱいいたし。そうですよね。だからあえて歌うっていう気持ちにならなかったから、あえてこう振ってくれたんで、きっかけをくれた。そういう意味ではもう感謝ですね。歌えた。フルコーラスで歌えたっていうこと。それがもう本当に感謝。嬉しいさ、そんな風に言ってる。ウィンウィンの。ウィンウィンですね。本当に。ですか。いや嬉しいさ。結構単純そうに、だからフルコーラス歌って気づいたけど単純だなって思ってた。歌的には。難しい。そうなんですか。どの辺が。結構低くなんだよね。低くなるとこもあるし、すごい声張るとこもあるんだよね。確かに確かに。この辺が難しいなって。曲って俺の中では低いところが多い歌ってやっぱ難しい。なぜかと音程が取りづらい、低いところ。群青だからやっぱそこ下手なんですよ。言われてますよね。低いところがやっぱ下手なの。高いところはまあ最終的には裏声で歌えばいいだけだし、高ければ高いほど。だからそこは別にその高いところは簡単なんだから言っちゃえば。なるほど。声出ないっていう苦しさももちろんあるんだけど、音程を合わせという意味では、高いところは結構楽に歌える。歌えるんだよね。だからあのモンパチのだからあの低いところを音程をずらさないようにまあそれなりに歌いこなすっていうところが俺の中の課題で、それでいてちゃんと低いところに持ってかれると張るときにまあ喉がびっくりするっていうか、まあうまく張れなかったりもするんだよね。その辺の調整っていうのがまあ結構難しいと思います。いやもう感じさせなかったですわ。もうその難しいとかもさらっとやってる感じ。いやでももう僕今となっちゃもう絶対リクエストなんか出せないですけどね、虹色ライダーに。本当激務、ハード激務。この人1秒も休んでないですよ。この人ね1秒もぼーっとしてる時間ないですよ。常に何かやってます。この人に気軽にリクエストした時のことを謝罪したいですよ。大変ですよあんなの。そして1回でパッと取れるわけじゃないんでね、いろいろあるんですよ、車庫で取るのはね。本当に。そしてね、その奥さんとね、お子さんのあれもあって時間取っての中でありがとうございました。いやいやいや、とんでもないです。いや、ごちゃごちゃです。ありがとうございます。以上が私が選んだ3選振り返りさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。気になる方はぜひ下に貼っとくんで見てみてください。見てください。これからも振り返り動画ちょいちょいしていきますんで、やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではこの辺で終わりたいと思います。はい、さよなら。さよなら。